問題です。トウモロコシの種はどっち向きで植えるとうまく発芽してくれるでしょうか。どうもこんにちは、鈴木農園の鈴吉です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。はい、今回はじゃん、トウモロコシの種まきについて紹介していきたいと思います。トウモロコシはですね、家庭菜園やってるのであればものすごくねおすすめしたい、野菜の一つであります。なぜかと言いますと、トウモロコシっていうのはね、収穫してからね甘さがねぐんぐん落ちていくんですよ。逆に言うとトウモロコシ取れたてはねもうめちゃくちゃ甘いんです。正直僕の場合はもう取ってね生でそのまますぐガブってね食べます。そうするとねもうもはやねスイーツかっていうぐらいね甘いんですよ。みずみずしくて甘いトウモロコシが食べれるんです。なので家庭菜園やられてる方であればトウモロコシぜひぜひおすすめしたいです。で、まあ、時期的にね、今頃トウモロコシ巻くのっていうね、そう思われた方ねいると思います。ちなみにトウモロコシの種まき時期はだいたい4月前後、春頃に巻いて、夏頃に収穫して食べるっていうのが、まあ、一般的なんですが、それとは逆にだいたい今みたいな6月からね7月8月とちょっとね遅めに巻いて秋に収穫するっていう、そういうやり方もあります。まあ、いわゆる抑制栽培と言われている栽培方法ですね。まあ、今回はこの抑制栽培について、お話をしていきます。はい、今回内容がこちらです。まずねトウモロコシの種類についてですね、種類とあと特徴について紹介していきます。まあ、ここでね軽く植え付け方法とあとその時の注意点も紹介させていただきます。はい、で2つ目が種まきのコツですね。はい、ちょっとねオープニングで種の向きのね問題を出させていただきましたが、これがね結構発芽率に大きく影響してきます。なのでここではそのことについて紹介させていただきます。はい、で最後が抑制栽培についてですね。こういうね種の袋のこれ裏面見てみると、なんか抑制栽培って書いてあるやつがね結構あると思います。まあ品種によると思うんですが、抑制栽培っていう文字ねよく見るけど正直何のことがよく分かんないと、思われてる方いるかと思います。ここではその抑制栽培について基本的なことからどの品種でもいいかって言ったら、まあ、そういうわけではないので、まああとあの抑制栽培する時の注意点もここで紹介させていただきます。はい、ではまずトウモロコシの種類と特徴について話をさせていただきます。じゃあまず種類ですね。いわゆるトウモロコシって僕らがあの普段食べてるのがスイートコーンと言われている種類になります。まあねそのスイート種の中でもさらに分かれてて、スーパースイーツ種、ウルトラスイート種と結構分かれてるんですよ。ウルトラとかにね、スーパーウルトラに行くにつれて初糖や果糖の多さのね割合が多くなったりと、そういうところでよりね甘さを感じられるようになってきます。じゃあウルトラスイート種植えてみたいと思う方いると思います。ちなみに何があるかって言ったら、これね調べてもねちょっとあんま出てこなかったんですけど、僕が知ってる中で言うと未来っていうね呼ばれてるやつと、それとあとサニーショコラっていうのがあのウルトラスイート種になります。で今僕がここに手に持ってるやつはゴールドラッシュっていう、多分これスーパースイートかななんだと思うんですが、まあこれでもね十分甘いので僕はこれをやります。でこういうスイート種以外にももちトウモロコシっていうね種類があるんですよ。これねちょっと僕ね食べたことないんでね、実際どんな味するかっていうのは分かんないですけど、一般的にはもちもちしてるんだけど甘さはそこまで、このスイート種ほどは甘くないって言われてるやつです。あと他にはポップ種とかがありますね。あのポップコーンに使われてるやつで、まあ、爆裂種って呼ばれてるやつなんですけど、まあ、それ専用の品種もあります。でねあとあーちょっとあのここには出てると思うんですけど、あー忘れちゃったな、家畜の餌とかあの飼料用で使われてるやつですね。そういうのもあります。これはあんま家庭菜園やる人だったらあんま関係ないと思うんですけど、はい、で今ねトウモロコシの種類について話をさせていただきました。でここでちょっと注意してほしいのが、違う種類同士を近くに植えないでくださいと、種をまかないでくださいというのが一つ注意点があります。これやってしまうと何が起きるかっていうと、あの受粉してしまうんですね。2つが受粉して全く違うトウモロコシができてしまうとっていうことがね起きてしまいます。いわゆるあのキセアニア現象というものが起きます。
これやってしまうと、せっかく僕だったらこのゴールドラッシュ育ててるのに、隣の畑で違うねトウモロコシ植えていたら、このゴールドラッシュの良さがね、消えたトウモロコシができる可能性があります。なので違うね品種はあまり近くには植えないようにしてください。ただこのキセアネア現象っていうのは、いわゆるねその人間が食べても美味しくないその飼料用のトウモロコシと混ざると、もう一番バッドなんですけど、もう本当に美味しくないトウモロコシができてしまうんで注意なんですが、ただ一般的にね家庭菜園やられてる方であれば、こういうスイート種が大半だと思います。でスイート種同士を掛け合わせるっていう農家さんもいるんですよ。わざとそのスイート種を掛け合わせてさらに美味しいねやつを作るっていうね、そういう農家さんもいますんで、まあ、もしそういう探求心ある方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ掛け合わせて自分のオリジナルのねトウモロコシを作ってみてはいかがでしょうか。はい、続きましてトウモロコシの特徴、まあ植え付け方法を紹介していきます。まあ、今回僕種まき、こういうセルトレーに種まいて苗をね作ってから植えるんですけど、まあもちろんトウモロコシ直まきでも OK です。でその時の注意点は、トウモロコシやっぱりね鳥さんもねトウモロコシ好きなんですよ。鳥に食べられる可能性がありますので、もし直まきする方は巻いてから不織布なり何かあしらの鳥よけ対策をしてください。で直まきする人のために植え付け情報も紹介させていただきます。まず土の pH に関しましては6から 6.5 です。で重要なのが、畝1列でやらないでくださいと。畝の中で1列でやるんではなくて2列で種をまいてください。その方が受粉しやすくなります。一畝に1列でやってね、距離が空いてしまうとちょっと受粉がしにくくなります。多分受粉はするんですけど、一畝の中に2列以上作った方が受粉の率がね格段にアップしますんで、一畝に2列以上で巻いてください。なので畝幅はまあ80センチから90センチで、普通よりもちょっと広めで取ってください。で株間は20センチから30センチの間でやってください。でね、ここがね他の作物と違ってね大事になってきます。っていうのは、密植しすぎるとね株がねすごくね細いものができてしまいます。で細くて、そして背だけ高くなってしまうと、ということが起きてしまいます。これ何が悪いかっていうと、風の影響をものすごく受けやすくなります。まあ折れやすくなってしまうということですね。でしかもねこの時期からやると台風がやってきますよね。日本の台風シーズンはだいたいなんか7月から10月と言われています。なので細い株が高くなってしまうと台風でボキッと折れてしまいます。折れたらもう復活はなかなかできない、っていうかできない、復活がねできないんで、密植栽培はしないように、株間は20センチから30センチを守ってやりましょう。はい。でまあ pH の話、土壌酸性度の話しましたけど、まあ土壌酸性度を調節するために石灰入れる必要があります。で石灰のやり方に関しましては、こちらの動画作ってます。で土作りね、土を深化にする方法は、この動画作ってます。なのでまだ見てない方はこちらの2つの動画1回チェックしてみてください。はい。で今台風の話をさせていただきました。台風の時トウモロコシね、もう折れてしまうんじゃないか、実際に折れた経験ある方いると思います。この時期にトウモロコシの種をまく時の注意点として、品種選びが重要になってきます。僕が選んだのはゴールドラッシュ90です。こいつ何がいいかっていうと、そもそもこのゴールドラッシュ90っていうのは、こういうちょっと遅巻き、台風がやってくる時にも育つように作られた品種になります。これね違ってたらごめんなさいね、坂田の種が作ったやつなんですけど、なんか雑誌読んでる時にそうやって書いてありました。でゴールドラッシュね、これ以外にもいろんな種類があるんですけど、他のゴールドラッシュ何が違うんだっていう話なんですが、とにかく根がもうしっかりと張ってくれます。根がしっかりと張ってくれるんで、台風とかで倒れるっていうことが少なくなります。なのでこの時期からトウモロコシの種まく場合は、こういうね台風に強いゴールドラッシュ90であったり、こういう日にちですね、これ種まいてから収穫までの日数を意味してるんですけど、この日数早いやつもあります。80何日とかいうやつもあるんですけど、できるだけ遅いやつ、まあ、しっかりと長い期間ね生育するやつ、あと、まあ、ちゃんと抑制栽培ができるやつで、創生が強いやつ、まあ、草がねものすごく元気に伸びてくれるよって書いてあるやつね、これ創生が強いって書いてあるんですけど、まあ、そういう品種を選びましょう。はい。じゃあ実際に種をまいていきたいと思います。ここで種まきのコツも紹介していきます。
ちなみに種はこんな感じです。じゃあ種まきのコツですね。ちょっとオープニングで問題出させていただきましたけど、それのまず答え合わせからいきます。はい、ここにトウモロコシの種があります。はい、これです。ピンと合ってるかな。はい、こちらです。はい、トウモロコシの種、上向き下向きどちらで植えるとうまく発芽してくれるでしょうか。答えは上向きです。この向きで植えると発芽率が安定してくれます。はい、これにはちゃんと理由があります。それは種の構造によるんですけど、というのはこの種の中にですね、葉っぱになる部分と根になる部分があるんですが、それがこの向きで言うと上側に葉っぱになる部分があります。で、逆に根になる部分っていうのが下に入ってます。なのでこの向きでやると順調に成長してくれるってわけですね。逆にこれ、この逆向きで植えてしまうと、これだと根になる部分が上になってしまいます。そして葉になる部分が下になってしまいます。そうすると一回下から出てから上に行くっていうことになります。こうなってくると発芽率でばらつきが出てきます。非常にちょっと作業性としては面倒くさくなってきます。おまけに根になる部分が上についてます。で、まあ水やりやっててね、ちゃんと管理してればいいんですけど、もしね土の表面だけが乾いてしまうということになってしまうと、根がうまく出てこないということになります。そうなるとこれまた成長が遅れる原因になります。なのでもし種まきするときにそこまでね、量が多くないんであれば、ちゃんと種の向きにこだわってやると発芽率とばらつきが安定しますので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ実際に種まいてきます。はい、ここに土をまいてきます。土はですね、こういう種まきバイロっていうものがありますんで、この種まきバイロを使ってください。たまに質問でですね、種まきの土って培養土とかでもいいのってね、質問来るんですけど、培養土でも、まあ、できるっちゃできるんですけど、で培養土でやってしまうと徒長苗っていうのがね、できやすくなってしまいます。まあ、徒長苗っていうのが弱々しくね、細くでひょろっとしたね、そういう苗ができやすくなってしまいます。なので種まきする時の土はこういう専用の種まき培土っていうものを使ってください。はい、じゃあ巻いていきます。はい、じゃあ種まいていきます。はい、種まきはこんな感じです。続いて抑制栽培について紹介していきます。ね、抑制栽培ね、名前はね聞く方ね結構多いと思いますが、実際は何ってね思われてる方も多いと思います。まあ、抑制栽培っていうとなんかちょっと難しいっていうね、イメージ持たれるかと思いますが、別にそんな難しい、まあ、普通にやるよりはね難しいんですけど、あまり難しく考えずに言うと、トウモロコシの場合だと、まあ、夏に巻いて秋に収穫しようぜっていうことなんですよ。はい、で肝心な栽培の仕方っていうのは品種選びが重要になってきます。ちょっと種のね特徴で話しましたけど、ゴールドラッシュ90のように栽培期間が長いものを選んでください。あと品種によると思うんですが、抑制栽培するときにどうしても時期的に温度、地面の温度が高くなりがちになります。そうするのを防ぐために、まあ、これで言うと白黒マルチをやってくださいねと、表が白、裏側が黒のマルチがあるんですけど、それをやると地温の上昇をある程度抑えることができますんで、まあ、白黒マルチをやってくださいと。まあね、普通に黒マルチでやってもできますけど、白黒マルチでやるともっとうまくできますよっていうことですね。はい、それとさっきも言いましたけど、創生が強いもの、まあ、草の勢いが強いもの、もうすごくぐんぐんね伸びてくれるよっていうやつですね。そういう品種を選んでください。一応ね、おすすめの品種概要欄にリンク貼っときますんで、気になる方はそちらちょっとチェックしてみてください。まあ、てな感じで、まあ、話してしまうと抑制栽培って結構それだけのことっていうねことになるんですけど、まあ本当にそれだけのことなんですよ。一番怖いのは台風です。台風、もしトウモロコシ春にね種まかれた方がいまして、で種が残ってるからこれでいっかってやると台風で折れます。なので品種選びはしっかりやっていきましょう。
はい、で今回はトウモロコシの種まきの方法について、お話しさせていただきました。はい、でトウモロコシはね、最初にも言いましたけど、もう家庭菜園やるんだったらね、トウモロコシめちゃくちゃおすすめです。はい、もぎたてはもう本当にフルーツのようなね、甘さです。でね、トウモロコシね、美味しいだけじゃなくて、もし肥料をねやりすぎていたら、土の中のね栄養バランス、これ整えてくれます。整えてくれるっていうかね、めちゃくちゃ吸ってくれますんで、そういう方にもおすすめです。でこれからの時期だと、じゃがいもね、梅雨前ぐらいにはもう収穫すると思います。もう収穫始めてる方もいらっしゃるかと思います。なのでじゃがいもね、収穫したらその場所が空きますんで、まあその空いたところにこのトウモロコシをね植えてみるのも一つありなんじゃないかなと思います。はい、それでは今回も動画を見ていただきありがとうございました。はい、でこの動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録してもらえますと、今後もますます頑張れますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。